<laughs> えー、お手元の資料でございますけれども、えー、あれ、どこ行っちゃいましたね、あ1ページをちょっとご覧くださいますか、ついでって言ったらなんだけど、あの、うん、1ページの上、これバッタなんですね、さば飛びバッタというんです、今、中国に向かってきてる。 だけどもあの今、えー、パキスタンとインドでパキスタン、インドから越えるとこの山脈って言いますか山の脈これが非常に高いんであの中国はまだ入ってないです幸いもちろん他のバッタは入ってますよ食い荒らしてますからねで砂漠飛びバッタってのものすごく大きいんですでこれが入ってくる今中国の、えーえーえー、人民解放軍なんかは 何してるかと言ったら、えー、バッタなんかの殺虫剤をまいてるよくあのコロナウイルスであのやってるじゃないですかねあのバーッと車であれよは気をつけなあかんですよあれ結局人間を殺してるんですから吸ってますからもっと怖いのはあの殺虫剤で微生物が死んでいってるということです農業をやってる人おわかれのように絶対に微生物は必要なんです コロナウイルスだけがあるんんじゃないんですもう数え難いほどの次の言葉種類の微生物があるこれを全部殺してますからだからコロナウイルスによってああコロナウイルスが終わった違う大事な微生物まで人間を殺してるそういう何かね大きな大きな節目が今回のことでできているなということが分、まあ、かりますねでコロナウイルスによって 中国がもしあの経済的に欲しいそしてこのバッタによって中国でえらいことが起きましたら先のイエスの言葉飢饉が来るという時代があるいは始まるかもわからないねだから備蓄ということもそれ大事だと思いますようもう備蓄終わっていらっしゃると思いますけど衣食中です自分の家族や自分自身のことや特に企業の経営者ならば、えー、その点でしっかりしておかないとダメですね よくお話するように、えー、今政府は1人に、えー、10万円高い予定をやってますがこんなん印刷したら終わりですからそうもちろん会計上のいろんな問題はあるとしても、ね、言っちゃいけないことですけど私が言う本当のお金じゃないわけです、あのー、豊臣秀吉の時代あるいは室町の時代貨幣お金って言いましたそれは金の裏打ちがあったから金なんですよ金の量に応じて いわわゆるお金ってなっててなたわけです今は違う日本銀行が印刷してるだけですだから皆さんお互い先ほどマスコミに騙されないようにと言ったんですが同じように騙されちゃダメですこれからの時代考えたら金なんかどんだけお持ちなんですかもう見ての間に6700円から6800円でしょ 1g だよ 1グラムなんて言って皆さんの鼻くそよりも小さいよ。それが今 6, 円。ねえ僕自分の個人で言うとなんだけどあのいろんな企業にあのお招き預かってでユダヤ問題についてあのメッセージしてくださいと言われてねほんでメッセージさせていただいたんですがもう今はもう年齢的に無理ですからもう行きませんけれどもその当時まだ若い時ですね。ほんで あのーえー、なんていうか、原点、あは原点徴収ね、それはあの会社でやっていただけますかと、僕は税金払いませんと、で交通費もお願いしますとう <laughs> それはいいですよっユダヤ問題大事ですからって言って、いろんな企業が、えー、僕のようなものにあの注文してくださいました、でそこで約2時間企業、企業の講演会でユダヤ問題を取り上げたんです、でお金いただく、でそのお金、どう使ったらいいか分かんない。 もう食べれましたから食べるぐらいはお金あったんですけどね何とかなるわということで,でそのお金を、えー、ある入れ物にバーって入れてたんです要するに紙切れのお金を入れてたわけですねだけども、えー、なんかお金方法ないんかなと思ってこれ全部木に換えたその当時1ムが1200円でした今はもう60007000円近いでしょ別に僕の渡ってるそういうどうでもいいことなんですが あの紙切れのお金なんか持ってて何になるんやと、うん、ほんだらこれ金でも買いどこかということで金にでも買いどこかということで買えたすると今はありがたいことにもう何もせんでも何倍もなかがってくれたんですねあ,のありがたいことですいろんな意味で、えー、リバティ情報研究所の建物を作ったり、まあ、いろんなやってですね有効に使えるようになりました そういうことで別にあの皆さんが僕のやり方にあの真似なさる必要はないけどもあの単なる紙切りのお金持っていてもしゃがないわけですよね、うん、だからさっきちらっと言ったみたいにそのお金を、えー、例えば別荘を買うとかそれ軽井沢とかそんな立派なとこでなくていいんですよ倉庫として使えるような建物を買えばいいですよねだから お金を有効に使う。もう使えないと思います。もうまもなくピシャってくると思いますよ。だから安倍総理もそんな長いことをやるつもりはもうボツボツない。もう完全にお疲れですね。うんだから日本も大きく変わってくるし、さっき言った日本のエスタブリッシュメントはどう動いてるかっていうことです。まあ、安倍総理もただ彼らのために使われているだけなんですよね。だから、そういう本体がいよいよ歴史の表に。 出てくる時代に来たという感じ。一億二千五百万は食えないんですこの国で。一億二千五百万はこの国で食べることはできません。それをいつも合わせないでください。だから備蓄っていうことが出てくるわけですね。自分が住んでいるところはどこだ。核戦争が起きるとなると、えー、大丈夫なところ住んでないためですよ。もうある人たちはそのことを想定して自分の住むところにちゃんと住んでいます。はい。 だかいい食住とはるか昔から言われていた言葉です、いい食住だけど、本格的に考えないと、時代の変化がものすごい激しい、そして三峡ダム、洋子を、それはもうぜひ忘れないで、自分の計算の中に入れてほしいと思いますね。はい、えーまあ、今、1ページのバッタのその写真は、それを指しています。